どうもレゴラジです。今日はですね、今ね、これ横須賀パーキングエリアっていうところに来てるんだよね。朝早くからね、また今日ね、ブックオフちょっと回っていこうかなと思うんだよね。ブックオフで中古レゴをゲットする旅、横須賀編ということで、横須賀のブックオフはね、1、2、3店舗しかないのかな。で、一応玩具の取り扱いは3店舗ともあって、レゴもたまに見つけることができるんだよね。なので、今日は横須賀方面を回って、北上して、まあ、横浜に帰っていくような形でレゴ探ししていこうかなと思います。で、残念ながらね、ホビーオフはねないんだよね。ハードオフとオフハウスがあって、そこにオフハウスがある店はレゴをたまに売ってるんだけど、まあブックオフとハードオフオフハウス系は同じぐらいかな、見つかる確率は。あんまりないね。ある時はあるけどね。で、横須賀はね、まあ、ご存知、米軍基地があるから、なんかね、見たことないおもちゃとか売ってたりするんだよ、結構。で、トイザラスもあるから、レゴはね、定期的には入荷してるんだとは思うんだけど、なかなか売ってないね。でもね、お宝が発見、売ってる時のお宝発見率は高い。それが横須賀の特徴だね。まあ運だけどね。ということで、今日は横須賀を回っていこうと思います。で、マイクの調子どうすか。今ね、止まってるからちょっといい音に聞こえてるかもしんない。もう分かった、走りながら、音声取るとダメだね。車の音の方が大きく拾っちゃう。で、パソコンで見るとすんげー車の音うるさくて、iPhone でね、見るとね、自分の動画見ると iPhone で見ると結構、まあ、まともに聞こえるから、見る側の環境によってもね、ちょっと聞きづらくなっちゃってるのかもしんない。かといってテロップ全部入れんのもね、そんな時間が今ないので、まあ自動で入れてくれるソフトとかもあるんだけどさ、あれも手直し必要だから結構大変なんだよね。なのでね、ノー編集でいこうかな、今日も。ということで、あ、そう、大事なこと、これ大事なことを一番最初に入れようかな、カットして。よし、撮り直そう。はい、どうもレゴラジです。ゲームチャンネル始めました。ゲームの動画はね、もうこちらのチャンネルじゃなくて、サブチャンネルの方にまとめていきます。で、今上がってるゲーム動画も、サブチャンの方に移していこうかなと思ってるんでね、ぜひともね、動画の概要欄、説明文のとこに、サブチャンネル貼っておきますので、皆様、ゲームチャンネルの方もよろしくお願いいたします。基本的にはね、レゴのゲームやっていくんだけど、マイクラもやるんでね、あとはね、気になるゲームはやっていきます。ぜひよろしくお願いいたします。ということで、横須賀レゴ探しの旅スタートです。ということで、着きました。横須賀サハラ店ですね。ブックオフ、この看板ありますね。で、ブックオフとワットマン、ワットマンっていうのはね、神奈川に何店舗かある中古リサイクル店だね。昔はね、ハードオフの看板借りてやってたのかな。でも今は完全にワットマンになって、中古 あります。で、ここの店舗は2階がね、服かな。服の方はね、いつも混んでる感じがする。ブックオフの方はね、ガラガラなのに、駐車場がね、満車とかよくあるんだよね。で、2階がね、すげえ混んでる。で、服がここ人気なんじゃないかな。まあブックオフそうだよね。でもブックオフの服、中古買うとき気をつけてね。新品の値段でそのまま売ってたりするから。ね、結
娘がさたまにさ見に行くんだよ連れてった時にさ、そうするとさ俺、ね、普通に買った方が安いよとかよく言ってるから気をつけてね。まあおもちゃとかもそうなんだけどね、本もそうだもんね。今ね新品の値段と変わんなかったりするもんね。ということで着きましたね。なんだっけ、そうそう、で1階がねブックオフと、あとは何、家電だよね、パソコンとかも売ってるから、まあ、そんな感じでワットマン、まあ、ワットマンの店舗だけなのかな、ワットマンが運営しているブックオフだけかな、横須賀は。そこの3店舗を今日回っていきます。でね、実はね、まだね開いてなかった。今9時46分です。10時オープンなのでね、あと15分ぐらいあるんだけど、どうしようか、15分ぐらい喋ろうか。いや、いいよね。ということで、行ってきます。行ってきました。いっぱいあった。箱物のセットは全然なかったんだけど、ミニフィグの袋詰めのセットがねいっぱいあったんですよ。でね、何個か買ってきたんだけど、まあ一番良かったのがこれかな。これはレゴキャッスルの王様だよね、王様。2個で500円で、ライオン騎士の兵士みたいなのトルソーがついてね、それ上下合ってるかわかんないんだけど、それもね何個か買ってきた。でその中で今、ね、一番これがいいんじゃないかなと思って今撮ってるんだけど、王様だよね。でマントとね剣が入ってないんだけど、こんなの見つけちゃったよ。500円、1個250円、これはいいよね。で一応ね、まあ一応レゴの刻印だけは見える、頭グリグリ取ってね。お店でグリグリ取って確認しちゃったんだけど、うん、問題なさそうだね。細かくは見てないけど、まあ問題ないよ、うん。であとね、レゴラジ君のね、呼びラジ君にはならなかったんだけど、これ見つけたんだよ、ラッパーのミニフィグ。買わなかった。なぜかというと金のマイク持ってなかったんですね。残念ですね。いやでもね、久しぶりに見たよラッパーのミニフィグ。本当は買ってもよかったんだけどね。でもレゴラジ君のマイク持ってなかったからね、買わなかった。本当に売ってないんだよラッパー中古で。まあネットでは買えるんだけどね。ということで、横須賀サハラ店ではねミニフィグ大量ゲットだぜ。ということで、次はね、次はブックオフの中にあるワットマンのところに玩具コーナーがあるんだけど、そこはね全然ないんだよね。で売ってても、楽天とかに同時出品してて高くて全然売れてないみたいな、そんな店なんで。まあ一応行きます。もう今日満足だけどね。じゃあ行ってきます。でブックオフの方にはおもちゃはないんだけど、ワットマンの方にね、リサイクルショップワットマンの方におもちゃが少し売ってるけど、レゴはあんまり期待できない。ここでね最近は買えたことないね。レゴ昔はね結構ね良かったんだよね。まあタイミングが悪いのかもしんないけどね。ということで一応ワットマン行ってきます。はい、行ってきました。やっぱ予想通り何もなかったね。で一応ねガラスケースの中にレゴは2セットかな2箱ぐらいあったんだけど、まあこれずっと売れないよね。ずっと売れないで置いてある感じ。まあしょうがないよね。でこの先にもう1店舗横須賀中央店っていうのがね、商店街みたいなアーケード商店街の中にあるんだよね。まあそこは結構ねもうお年寄りも多いけど若い人も多いかな。で海兵さんとか歩いてたりね、日本のね
あとは、アメリカの米兵さんも歩いてたりしてね。まあ横須賀、横須賀って感じのとこだよね。でね、まあそこの町っていうかね、そこのアーケードも好きなんだけど、結構ね、いろいろあるんだよね、横須賀中央はね。アニメイトもあったりするんだよね。で、その行く前にトイザラスがあるんだよね。そこのトイザラスは結構よく行くんだよ。で、そこのトイザラスでスーパーがあって、そこでお弁当を買ってね、屋上でね、猿島を見ながら食べるなんてことをね年に2回ぐらいやる。好きなんだわ。柵越しの猿島なんだけどね。たまにツイッターでその写真上げてるかな。上げてるよね。やった時は上げてる。つうことで、横須賀中央店のなんだっけ、ブックオフ。レゴはね、ちょっとあんまり期待できないんだけど、会った時にはね、また一緒なんだよ。まあどこの店もそうなんだけど、会った時はいい感じ。でね、アメリカの人もね、一時停止があります。はい、アメリカの人も売りに来るみたいでね、日本語じゃないものもね、結構売ってたりするんだよね。でも小さいブックオフだから、そんなに期待はできない。そんなに期待はできない。でもね、まあ悪い店じゃないよ。なのでね、駐車場がなくてパーキング止めなきゃいけないブックオフなんだけど、何気によく行く店だね。でもね、駐車場、近くの駐車場が混んでたら行かない、もう。ということで、横須賀レゴ探しの旅、これで最後ですね。次の店舗で最後になります。どうなるんでしょうか。じゃあトイザラスは行きません、今日は。トイザラスは飛ばします。行ってきます。あ、コンビニレゴ出てんだっけ。コンビニレゴさ、この道もうちょいまっすぐ行って右に曲がるとファミマがあるんだけどね、そこ売ってるよね。前さ、コンビニレゴ探しの旅とかいう動画上げたと思うんだけど、その時横須賀まで来たんだよね。その時も横須賀好きだね俺。横須賀好きなんだよ。で、そこの、なんだっけ、ファミリーマートには売ってるんだよ確か。まあいいや。つかさ、横須賀遠いんだよね、何気に。都内行くよりも何気に横浜の方が遠い。横浜じゃない、横須賀来る方がね遠いからね。高速も高いしさ、もう高くはないんだけど、高いか、横は高いか。まあいいや。じゃあ次の店向かいましょう。ということで帰ってきました。じゃん。いろいろね、あの後回ったけどね、全然なかった。仕方ないよね。で、今回買えたのがミニフィグ。まあこんなもんだよ。いっぱい回ったってさ、そんないつもいいの買えるわけじゃないんだよね。で、これさっき見せた、なんだっけ、キャッスルの王様でしょ。で、これほら、インディ・ジョーンズね。これから流行るんじゃない、インディ・ジョーンズ。インディ・ジョーンズの女の子とかもあったんだよね。あ、これだ。これね。これもそうだよね。で、こんなのも入って、この辺もいいでしょ。で、これなんだっけ、ハリーポッターのなんとかさんだよね。で、あとはまあ、お、騎士、ライオン騎士のこのマーク、これ系がいっぱい売ってたからね。あの、これ系ね。これまとめて買ってきた。もういいんじゃない。で、このミイラ男もね、売ってた。これはそんなに高くないかな。で、あとこれはなんだ、このこれは高いやつだね。これは高いやつ。これはなんとなく欲しかった。これは忍者号だね。こっちはミニフィギュアシリーズだね。あとはまあこんな感じですよ。1体250円なんで、まあ安いっちゃ安いかな。他のブックオフに比べればね、最近は100円で見つけることできなくなってきたから、まあ許してあげよう、このもんで。はあ、疲れた。ということで、本日の戦利品あんまりだったね。まあ、また頑張りますよ。もし、良くないもんね。今日良くないね。よろしければ、チャンネル登録、動画への高評価、よろしくお願いいたします。あとね、最初にも言ったけど、ゲームチャンネル。まあいいや、おつらじ。